サラサジの音楽とともに歩こうウォーキングサウンド。皆さんこんにちは。こんにちは。サラサジでございます。今週も始まりました。はい、サラサジの音楽とともに歩こうウォーキングサウンズ、4月25日火曜日8回目になります。はい、だんだん、何回目これ合ってるか、合ってると思いますけど、うん、合ってるよね。合ってる合ってる。よし、ではでは、今週もね、楽しく放送していきたいなと思っております。この番組は沖縄出身サックスとギターのアコースティックインストデュオサラサジが、日々朝から頑張る皆さんへのファーストブレイクタイムとして、世の中のいろんな出来事と僕らサラサジのリスペクトしてきた最高な音楽をピックアップしてお届けするトーク&音楽情報番組でございます。本日も沖江通りから元気よくお届けしますが、なかなかの今日いい天気で、うん、僕家寒いんですよ。どういうこと？急にパーカー着て出てきてしまって、うんうん、めちゃめちゃ暑くてですね、やっとなんか今の時期らしい感じになった、うん、今日。そうだね、そうだね。でもまあ北部も涼しかったよ今日。あ、本当、北部はほら、うん、那覇よりはね寒いから。そうね、涼しいって感じ。内地に近いから。内地に近いから。都会に近いからね。いいですね。名護の方ね、みんなそれ言ったらいいですね、鈴田みたいにね。そうですよ。はいはい、今日もね、楽しく放送してまいりますけども、はい、ちょっとね、気づいた方がいれば、嬉しいんですけども、オープニングね、僕らの曲でそうそうという曲なんですけども、うん、ちょっとね、ちょっと変わったところを、ね、気づくような、音楽マニアの方がいればね、嬉しいなと思ってるんですけども、実はレコーディングが、綺麗に、はい、終わったばっかりでですね、はい、なんていうんですかね、その新しいバージョンに実は、入れ替わっております。お、そうなんですよ。あれ、今のあなた気づいてなかった？もしかして。あ、知ってる知ってる知ってるけど、まさかまさか流すとはって言うと思ってたから。いやいやいや、そうなんですよ。はい、それでは
今日はいろいろいっぱい喋っていきたいと思いますので、ちょっと早めからトーク始めていきますけども、はい、ラジオでお聞きの方はですね、本日の、サラサチ、バックミュージック、はい、バックグラウンドミュージックね、BGM ですね、はい、僕らの、大先輩でございますが、ザ・コブラ・ツイスターズの、曲から流しております。YouTube じゃないね、 Ustream と、ツイキャスの方には、届いておりませんので、ぜひ、コブラツイスターズね、調べてください。ザ・コブラツイスターズ2ですね、これベストだな、から、お送りしながら、トークしていきたいなと思っております。聞こえるかな、聞こえるかな、ラジオの方聞こえてますかね。僕らが喋りやすい程度でしか書けないのでちっちゃいかもしれないですけど、楽しんでください。それでは喋りたいんだけど、鈴野が一生懸命書いてるからさ、大丈夫大丈夫です。ねごめんね、CD じゃないんですよこれそうなの、はいはい、一生懸命書いてましたけど、ありがとうね、わかりました。ザ・コブラツイスターズっていうのだけ、ぜひイーストリームとツイキャスの方に、お届けしてあげてください。はい、はい、ちょっと先になりますけど、ウォーキングサウンズのね、最初 の、 ゲスト、で、そうそう、そう、6月6日に、このね、ザ・コブラツイスターズの、ボーカリストの、川端明さん、はい、出ていただくことに、なりましたので、ぜひね、6月6日、チェックしておいてください。はい、はい、すごく、大好きな先輩だし、面白い人なのでそうですよ、ハードルをね、はい、ハードルを先に上げとくと、まあ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 、どうせ怒られるの僕なんで、心配しないでください。はい、まあね、この1週間、本当に慌ただしくて、はい、先週の放送後からですね、もう昨日の昨日まで、うん、実に慌ただしくて、すごくまあ、辛かった1週間だったな。皆さんはどうでしたでしょうかね。なかなか、追い込まれ追い込まれ具合の、そして、録音ね、僕も名護に行って、鈴名のね、はい、まあ鈴名は名護でレッスン教室もやってるんですけど、サックスのね、そこでサラサジはもうこの5年、録音してるということで、今回も2日間か、はい、行ってね、まあまあ正味1日だね、丸々1日なんだけど ね、 ね、結構一生懸命2人で録音したり、今回は俺もちょっとね、鈴名のところでちょっとギター取ったりとかして、まあ本当にどうにか、うん、いい作品に仕上がって、仕上がりましたけども、昨日ね、あがり浜与那原の、はい、あがり浜の、グルーヴワンスタジオという、場所で、マスタリングもしてきまして、ようやく完成するっていうことなんですけども、そうね、なんか音楽用語がみたいな話が前あったじゃない、まあ、音楽番組だから音楽の話するんだけど、はい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 、ちょっと噛み砕いてみたいな、ディレクターさんからとかもね、あったんですけど、ね、私は難しく言っちゃったってやつね。そう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 、あ、でもあれが良かったとだね、まあ、マスタリングとはなんとやと、はい、そのみんながほら聞いてるCD とかね、うんうん、もう巷で聞く音楽あるじゃないですか、うん、あれの、まあ、いわゆるその、それぞれね、歌ボーカルとか、ギターとかドラムとか、それぞれ撮ったやつを、例えば、ギターの方がここが大きく聞こえるとか、なんだろうな、タンバリンが右側から聞こえるとかね、うん、ああいうこうなんて言うんですか、バランス、うん、どっから聞こえるかっていうのをやるのが、やったり音量を整えるのが、ミックスダウンというんですけども、はい、マスタリングはその
例えばアルバム10曲入りますってなったら、この10曲の音のバランスと、最終的なその音質を調整して、心地よくみんなに聞いてもらえるように仕上げると、ね、いう作業なんですけども、あと次へ行く曲の間とかね、あそうね、その今みたいな、次から次へ 曲間という ね、そうそう、まあまあこれもね実はね、こだわったりとか足らなかったりとか、ね、そう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 あるんですよ。あるんですけどね、まあ、0.5 秒とかね、ものによってはそのいろんなアーティストさんによっては次の曲、次の曲じゃないね、一番最後の曲の、4分終わって30秒ぐらい何も流れないでそのまま進み続けてて、そこで実はボーナストラックが隠れてたみたいなね、そういうこともまあやったりするんでございますよね。遊び心ですよ。そう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 、はい、ボーナストラックはね、そうそう、みんなにねできるだけこっちが楽しんだものを、届けようっていうのでマスタリングでそういうことする人もいるんですけど、昨日はまあ今回の楽曲たち、綺麗に揃えてもらって、ようやく、完成のめどがついたと、はい、で、ずっと、2011年に結成して、サラサジね結成して、はい、12年から、はいはい、1枚ずつアルバムを、出してきたんですけど、今回は正式な形で、一応初のシングルという形で、はい、シングルあんまり興味なかったんですけどいやいや、僕らはね、僕らの形としてはね、まあ、それこそ8センチシングルコーナーでやるぐらいですから、シングルは買い漁りましたけど昔は、うん、でね、今回は、なるべくその新鮮、曲が新鮮なうちにちょっとみんなに届けようということで、シングルという形で、お届けしたいなと、思い、一応自主制作なんですけども、その1回目ね、日だまりという曲を僕らの手作りで、うんうん、もう完全手作り、梱包がだから、そう、梱包が手作りね、手作業ね、中身はちゃんとしっかりね、そうそうそう、そうそうそう、やって、しかもインストってその歌詞がない音楽じゃないですか、うん、それに対してその、サックス抜き のインストルメンタルバージョンっていうのが入ってるっていうねそうカラオケね、そうカラオケがね、そうそうそう、でサックスの楽譜付きみたいなね、はい、そういうことを、まあ、やってみたんですけども、その後の、まあ、第2弾、うん、形としては第2弾ですね、はい、でも正式に正式にはシングル初という形で、そうだね、そうそうね、いつもオープニングタイトルになっているそうそうが、タイトルトラックとなります、そして5月の、はい、24日、はい、水曜日にリリース、はい、水曜日 ?2、3、4、23かな、24日あれ待って、昨日24って言ってたよ、いや水曜日なんですよ、ちょっと待ってね、今だからあれよね、あ違う、合ってる合ってる、はい、5月の24日水曜日リリース決定です、リリース決定、皆さん待っててくださいね、あと少しです、そうそう、これはパチパチパチって欲しかったね、これね、ボタンね、欲しかったね、うん、もう口で言おう、あパチ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 ということで、はい、いつもねオープニングでかかってる曲が、はい、CD になるということで、ぜひともゲットしていただきたいなと、思います、はい、でまあちょっとね県内の CD ショップどこで、取り扱ってもらえるかとかちょっとまだ分かんないんですけども、まあ、僕らのライブ会場は、確実に、はい、ありますね、あるということと、うん、あとは、何でしたっけ、タカラレコードの方でも、はい、通信販売で購入、そしてアマゾンからも、はい、購入できるようには、なると思いますので、県外の方はぜひ、なかなかサラサジって聞くけど、ライブ行けないんだなっていう方はですね、うん、ぜひCD から入ってみるのも、良いのではと、思っておりますので、はい、まずはね、売りつけてからライブに来てもらうみたいなね聞き心地が悪いですね、現実的にはそういう感じになりますけどね、でも実際ね、うん、CD 聴いてくれてからライブに来てくれる方も多いですね、増えてきたので、うん、ありがたいことに、本当に、ま、うん、今の時代はどっちかというと、はい、ライブで
生の音楽を聴いてから、CD を買ってくれるという方の方が多いんですけどね、うん、またその逆も、やっぱりいるということで、はい、ぜひぜひ、はい、チェックしていただきたいなと思います。ネットで購入した方も、うん、ライブにお越しの時に持ってきていただけたら買いちゃいますよ、サイン。あ、そうね、そうね、それはもうぜひ持ってきてください。なので、はい、ぜひ持ってきてライブにもご参加ください。そんなね、私、うん、なんか買ったんですけどまた買わないといけないんですかみたいなことはないですからね、はい、1枚買ったらもうそれ1枚で十分ですからそういうこと、はいはい、いやいやね、いるんですよやっぱね。あ、なるほどね。ほら、いろんな人たちのこう、うん、バックでギター弾いてるとさ、いろんな会場でライブやるじゃない、うん、あれ、うんうん、この間もあの方買ってたけどなとかもうね、どうやらね、やっぱこうファン精神っていうんですか、はい、まあ、だからライブ行くたんびにシングルとかを1枚ずつ買っちゃいますみたいな、はい、で、ね、その日その日のライブの日付でサイン書いてもらったりとかね。まあまあまあ、それもね、嬉しいんですけども、はい、なんかライブ行ったらまた CD 買わないといけないのみたいなのないですからね。普通にライブぜひ来てくださいみんなね、はい、あ、なんか、はい、はい、メッセージいただきました。はい、ペンネームバリキさん。バリキさん、はい、はい、ありがとうございます。ジンさん、スズナちゃん、こんにちは。こんにちは。番組オンタイムで聞けないけど後で YouTube で聞いてます。新曲を、嬉しいですね、はい、新曲を引っさげてのライブツアー楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なんかほんとね、あちこちで最近バリキさんもいらっしゃってくれるようになって本当、ね、嬉しいですね。三重県の方で、はいはい、でも東京でもお会いしたりとかね。この間ね、はい、京都にそう来てくれてました ね、うん、ね、なかなか本当にそういうのも嬉しくてですね。嬉しいですね。しかも、まあ、僕ら の最終日の、ツアーの最終日だったので、うん、本当そういうのもまた嬉しくてですね、はい、最後は本当に、最後の最後まで一緒にいていただいてね、いろんな話もできましたけども、はいはい、まあまあ、また来てください、ね、近くに届けに行くので、まあまあね、僕らも三重県にも伺いますので、うん、はいはい、今年もね、また、ぜひぜひ、サラサチをよろしくお願いします。お願いします。そしてもう一つ来てます、はい、ありがとうございます。杉下寺さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レコーディングお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ポカポカ陽気で2V してないですか。ね、してますめっちゃしてるめちゃしてる、うん、今日も裏添いでバッチリ聞けてますよ。あー、素晴らしいね。嬉しいね。いやいや、ほんと、はい、いい情報いつもありがとうございます。ありがとうございます、本当に、ね、スタッフの皆さんねもう本当に ね、はい、噛み合ってるような噛み合ってないような、うん、トークいつも楽しく聞かせてもらってます。あ、もうありがとうございます。もうそれも合ってます あ、ね、ありがとうございます。今のは褒められたんだよね。褒められてるはずね、うん、OK、ね、一応ね、まあまあラジオね、それは僕らもね、責任持って皆さんにお届けしてますよ。それは喋ることもね、ただね、一個だけね、みんなに理解してほしいということね、僕らはね、芸人ではないので、はい、ね、やっぱ芸人さんの方がプロですよ。おしゃべりは ね、まあ、FM 那覇もね、夕方からほら、オリジンさんが、はい、番組持ってらっしゃるから、ね、うん、ね、プロのおしゃべりはですね、もうオリジン聞いてください僕らはね、まあそうだな、いや、もちろんね、まあ、ライブでもよくしゃべるんですよ、うん、もちろんね、僕らその歌に歌詞がないので、それなりにね、前も話したけど、ライブでこう少なからず人間性をね、知ってもらわないと、ライブが成り立たないところもあるので、はい、ね、でも本当におしゃべりがね、好きになってきちゃって、だんだん長くなってきた傾向はありますが、そうですね、はい、ありますが、はい、ただ笑みを浮かべて微笑ましく聞いていただいたら嬉しいですねいやいやいや、本当に本当に、はい、はい、まあね、こうラジオ番組もね、ちょうど本当いいタイミングで、うん、できたらなって思ってる時にお話しいただいたので、まあ僕らも本当にいい勉強させてもらってます、はい、ね、公開勉強っていうんですか、だってずっとね、喋りたいってずっとなんか言ってたもんね。
うん、そうなんですよ。あんなにライブ中喋ってるんですよ、うん、まだ喋るんだっていうぐらいでしたけども、あ、いやいや、今一番ワクワクしてると思いますよ。そうね、はい、あの毎週毎週ね、あの、はい、午前中から、はい、元気にあの頑張って起きさせてもらってますよ。もう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 本当でもリズムが整うからいいですね。いや、もう本当にこういうサイクルはとてもいいと思います、はい、あの、はい、やっぱね、いろんなことが喋れるって意味では、あの、うん、やっぱ昔からね、あのやっぱあの深夜番組とかよく聞いてたので、おうおうおう、はい、あのオールナイトニッポンみたいなね、はい、ああいうのよく聞いてたので、あの、はい、深夜が嬉しいななんてことを昔はよく思ってたんですけど、うん、あのやっぱ、こっちの方が健康的ですね。はい、はい、大丈夫ですか。そうですね、なんか今いろんなこと考えてて、ちょっとそう、ね、でも聞いてる聞いてる聞いてる、ちゃんと健康的だけど今日ちょっと健康的じゃないかもしれない。あ、僕、うん、あ、それはそうだって昨日までもう、ね、あ、もう、本当だって昨日ですよ、あの落ち着いたのが夜中だったんですけど、あ、そうだ、名古屋だからね、そうそう、それからね、はい、ご飯を食べてっていう感じですよ、だったんですよ、うん、さあね、もう眠くてご飯が近づいてきました。あ、本当、そう、私がしゃがんでいったんですけど、うん、そうね、すごい眠かったですね。決してご飯が浮いてたわけじゃないってことだよね。だんだん近くなっていって、なんかね、あの昔よくご飯食べてる時に寝てたよねっていう、うん、あの兄弟からのコメントをふと思い出して、しっかり食べてから寝ようって思いました、うんうん、そうですね。本当にね、食べるのも仕事ですから、本当体力作るね。あの、うん、まあね、あのなんか世の中最近、まあ、最近だけじゃないですけど、はい、そのダイエットとかみんないろいろね、あの考えてると思いますけども、はい、あのまあ、それより何よりあの健康第一なので、あの健康のために痩せるんでしたら、はい、どんどん痩せてもいいと思うし、あのそうですね、痩せすぎて健康じゃなくなるならね、あのぽっちゃりぐらいの方が一番ね、人間はいいと思うのでね、あのそんなに気にしないでください。もう全国の皆さんね、元気が一番、元気が一番、そうですね、健康が一番、はい、その通り。あの、はい、あ、まあ、それはまた後で読みましょうか。はいはい、はい、あのそんなね、いっぺんにね、あの多分初めてだよね、メール読むのね。いや、そんなことないよ。え、今回初めてじゃなかった？違うか。違うよ。あ、忘れてる。あ、ほんと？でもなんか全部いっぺんに読もうとしたでしょ今。いや、入ってやったから読むかなと思って。なんかね、やっぱやめときましょう。はい、ざっくりでやめときましょう。それではね、ちょっとじゃあちょっとだけ、はい、新しい新作の中からですね、何いきますか、触りをちょっといきたいなと思います、はい、ね、まあ、全部は、そうですよ、全部はダメですよ、もうちょっと待ってからね、かけないとは言わないんですけどね、はい、まあちょっとだけ聞いてもらいたいなと、はい、まあ、あのやっぱりあの番組的には、お昼ね、このあと午後からの ね、お仕事みんなにあの頑張ってほしいっていうところもありますので、うん、ちょっと少しだけノリがあるような一曲にしましょうかね、はい、ということで、サラサジの、新作ね、あのソーソーの中から、ちょっとだけお送りします。グリーン聴いてください。
今ねストリームとツイキャスからご覧の方には、スズナが出してくれてますけどグリーンね、残念ながらここで、小さくしていきますはいちょっと遅かったね残念はいということではい、ね、まあ、また、しっかりかけたらいいなとかけれたらいいなと思っておりますけども、はい、グリーンね、実は、僕らがあの、鳥取の倉吉に行った時にね、はい、あの地震になった時に書いた一曲でございまして、まあ、ようやくタイトルが決まったと決まりました、いうことで、グリーンというタイトルがつきました。あの、まあ、どういう意味かなとかはいろいろあのまた曲を聴いてもらってから想像してもらいたいんですけども、はい、あの全てお話ししませんのでいろいろ意味が含まっておりますから、はいはい、ぜひぜひあの聴いていただけたらなと思います。またねあのちょいちょい、その発売に近づくに向かって、曲たちも聴いてもらえたら嬉しいなと思っております。はい、楽しみにしていてください。はい、それでははいはい、ここでね、うん、先週お届けした、先週あの大阪 月間というか大阪週間みたいになったんですけどそうだね、はい、はい、6月の3日にね、はい、オープニングアクトさせてもらいます、大阪から来る、ロックンロールの、小川陽一郎さん、はい、はい、今週もちょっと、ね、お届けしたいなと思うんですよ。はい、はい、僕ね、うん、また今日もちょっと小川さんの曲聴いてたんですけど、はい、ちょっとこれいいなって、思ったのでいきましょうか。いいですかちょっとお届けして、はい、それではね、小川陽一郎さんの「スタンドアローン」というアルバムからですね、これじゃ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 ん、ちょっとねネットから見てる方には小川さんかっこいいんですよね。俺もこういう髪型似合うかね。ごめん笑わ、ちょっと笑わないでくれる。ごめんちょっと失笑だったよ、はい、ちゃんと笑えばよかった、ね、ごめんなさい、はい、僕もロングヘアリッキンだいぶですから、はい、まあ、まあ想像できないのも分かりますけどそれでは、はい、小川陽一郎さんからね一曲お届けします、スタンドアローンから心の扉のラック。本当のことを君の心の中を全部見せてくれ君の心の扉にかかった固いロックを今夜外してくれないか「どこにも嘘はないさ信じてくれ」「裸の俺を君の心の中へ入れてくれないか」「誰にも分かれやしないさ探してみても無駄さ見つからない」「どうしようもないさ」鍵は君のその手の中さ君の心の扉にかかった固いロックを今夜外してくれないか今夜裸の俺を見つめてくれないか中へ入れてくれないか。
小川陽一郎さんで心の扉のロック、はい、じゃがじゃんってかね、すいませんちょっとあの今ネットの方ね一瞬頭の方ちょっと流れてませんでした、ごめんなさい。どうですかじゃがじゃん、あのね俺こういうの好きなんですよ。しかもあのなんていうんですかこの、せーので撮った感じのね、もうまだまだちょっとねあの気分がレコーディングモードなんで、なんか ねちょっとそういうのにいろいろ反応してしまうというか、うん、はい、小川陽一郎さん、あのねここまでになると実はね小川さん、まあ、うん、僕あの6月3日ね那覇でサラサジと対バンする、はい、対バンというか僕らがオープニングやるので、楽しみなんですけど連絡もねちょこちょこ取ったりとかしてるんですけど、うん、あのねまだ会ったことないんですよ。そうだね、お会いしたことないんですよであの本当に声もCD でしか聞いたことないんで、うん、え電話は聞いたことあるよね。いやあメッセージね、今の時代ね、今の時代だってあれだよ、テレビで見たけどあの電話してくる前に LINE せよみたいな世の中らしいよ今。そうなんだ、もしもししたいさ。いやだからあのなんかね電話もそのなんていうの、あ、まあね、そうこっちの都合もあるんだから急にかけてくるんじゃねえみたいな、ね、いやでも ね、あの本当に勝手な世の中になりましたよね、うん、言いたいこと言いやがってみんなってね、まあ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 、 あのいいんですけども、あの言いたいこと言っていかないとね自分が潰れてしまうような世の中ですからでも、まあ、今はね、あの連絡手段がありますからね。そうそうそう、うん、まあほらメールで確認してから、まあ、電話の方があのなんか、こう後からいろいろないんじゃないかみたいなね、うんうん、そういうふうにあのこの間テレビでねちょっと見たんですよ、まあ、でも文字に残すっていうことは全員確認できるからね、それは確かだと思います。まあまあまあ、うん、そうだね、みんなもほらあのだいぶ物忘れが激しいところもありますから僕もそうですけど、はい、まあまあ、あの電話にしろ何にしろあのメールに残った方がいいんじゃないかとあるんですけど、まあでも小川さんとあのメッセージでやり取りしてるので、はい、ちょっと、ね、楽しみだねじゃね、ちょっとね今はね電話で小川さんと話すのは僕はね多分ねあまりにもビビってしまう気がするのでの直前までちょっとメッセージでね、うん、行こうかなと、当日ねいろいろお話できるの楽しみにしてるんですけど、ぜひねライブもチェックしてください、ね、6月3日リビエラ風化でございます、小川陽一郎ライブね、来てください。よろしく。出るよ。そうよ、出るんだよ。待っててね、新曲あるかもよ。そう、待っててね。あるかもよ、あるかもよ。そうそうそう、その時ねそこでそうそう、うん、発売してますからもう、はい、あるかもよじゃない、ね、ありますよ、ありますねはい、はい、ということで、小川陽一郎さんでございました。またね来週も、小川さんの曲は届けていきたいなと思っております。さっきねちょっとね、はい、僕らの先輩がラジオに来てくれてて、はいね、遊びにいらしてくれて、はい、ぜひね二重丸ターシーさんね、はい、みんなもチェックしてください。僕らの大先輩ですから、ライブももう死に最高ですからね、はい、ニューストリームで見た方たちは私たちのびっくり顔がお届けできたと思います。あ、そうね、ちょっと差し入れもいただきましたはい、ね、なんでしょうねこれ、涼しそう、涼しそうですね、うん、キャンデーって書いてますね。キャンデーいいですね。キャンデー、キャンディーじゃないね、キャンデーって書いてますね、はい、名称キャンデーって書いてますね、いいですね、はい、はい、100グラムあたり、炭水化物98もありますからね、気をつけて食べましょう。後で美味しくいただきたいと思います、ね、ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。余談ですけどはい、はい、余談ですけどね、この100グラムってちょっと今見てもらって、量り売りがあるでしょ、よくね、何のショッピングモールとかで、うん、デパートの下1階とかで、お菓子のやつ、違う、中華とかのね、あ、お惣菜ね、100グラムいくらとか、うんうんうん、あるじゃないあるね。で 100g で書いてるのはすごい安いでしょ。そうだね。で、あーと思ってさ、 100g の感覚が分かってないからそうだね、買っちゃったら結果1000円ぐらいになっちゃって、あれみたいな。そう、じいさん結構そういうのありそうなタイプよね。やるね、なんかそれ感じます。そうそう、ちょっとねすいません、今気になったんで 100g が本当ね、みんなね、なかなか騙されないようにしてください。でも飴玉の、飴玉って言っちゃったね、うん、キャンデーの 100g って相当あると思う。相当あるね、うん、なので、そう、中華はね、片栗粉のせいでね多分重いんだよねそうそうそう、ね、そう、量り売りには気をつけようっていう話何の話だよね本当だねまあまあ、ということでね、ぜひぜひ、小川一郎さんチェックしてください、はい、またね、お届けします、次週ね、はい、はい、ということで、そろそろお時間なので、まあ
いつものコーナーに行きたいんですけども、はい、レコーディングどうでしたか今回。でも実際ちょっとね詰めて撮ったのは2曲、うん、そうだね、だよね、その、うん、まあ、前に撮ってるものもあったので、うんうん、もともと出来上がってるものもありつつ新しい曲を撮ったっていう、うん、まあまあ撮り直したっていうか、撮り直したって言い方変ですけども、なんか新鮮にもう一回撮ってみようっていうのも曲もありましたけどね。そうだね、うん、特にまあそのグリーンね、さっきみんなに聞いてもらったグリーンは、うんうん、結構ソプラノサックスなんですけど、はい、うんうん、あれはね毎回実はやっぱキーが高くてね、その、うんうん、ソプラノリコーダーとね、まあ、はい、リコーダーで言えばね、ね、なんだけど、キーの高さがその高い楽器なんだけど、うん、やっぱサックスのねいい響きをいい音色を取るのにね毎回ちょっと苦労するというかね、はい、やっぱなるべくいいものをみんなに届けたいというので、うん、ギターはね、まあ、ギターもそれこそ取り方みたいなのはあるんですけど、でもそこそこね分かりやすく取れるんですけど、ね、やっぱ管楽器ってね本当にこの5年 録音してもね、うん、いつもね、大変。もうでも今回はね調整もしっかり済ませた後のだったので、そう、ね、そういうのに結構スムーズ、うんうん、サックスのね調整をね東京でやってきたっていう話だったんで、でも確かにね、うん、その辺でちょっとレコーディング時期に合わなくて、そうなんですね、ちょっと苦しんでた時期もあったもんね、うん、そうここかなって思うところ分かってはいるんだけど、今すぐには挑戦に出せないっていう時とかね、うんうんうん、はい、その時はとにかく必死でやってますね、うん、さらこう番組でメッセージもいろいろぜひ送ってくださいって募集してますけど、はいはい、ね、よかったらね、リスナーさんでそのサックス実は昔やってたとか、うん、またやりたいなって思ってるんだとかっていう方がいらっしゃったら、うん、ぜひメッセージください。なんか鈴奈に相談したいこととか相談コーナーそういうのも、ね、ありかと思うので、お答えできる範囲で、はい、そうそうそう、頑張っていきますよ。そうなんですよ、はい、まあ、もちろんジンさんにもぜひギター、あ、そうですか、僕なんか質問したいですか。いや、あるかもよ。アコギでああいうアグレッシブはどうやってやるんだとかさ、ジンさん的なバシャーって、バシャーって分かります、分からないですよ ね、髪の毛をシャーってやるよう な、 そうなんです、ああいうアクションしつつの弾き方はどうやるんだとかね、はい、もうね鈴奈が正解言いましたけど、うん、髪の毛伸ばしてバシャーンってやればいいんですよ伝わらない、頑張っていやいや、でもねなんかね、いや俺ほんとね、うんうん、まあ、サックスとギターだからって結構ねあちこちって涼しい曲ばっかりやられると思われるんですけど、あ、まあ、だいたいね後半からだんだんその、うん、動きが加わってきて、うんうん、まあまあ結局ねライブっていう感じになるんだけど、うん、そのなんかいろいろね周りから聞くじゃない、ジンさんのライブの時ってとか、うんうんうん、プレイスタイルみたいなの自分では分かんないじゃん。そう、そういうのね、聞くと、うん、ジンさんの頭の振り方は、タイミングとリズムがめっちゃこうベストだと。髪の毛がわっと降りてふわって上がるタイミングとその曲のね、うん、タイミングが、合ってると、それはそうだよって、ね、何も考えずに頭振ってるわけじゃねえんだっつうねでもこういうねところまで見ていただいてるのはありがたいことですよ。 だそれって言われないと、まあ、俺も気づかなかったりするので、まあまあ、そうだよね、うん、そうかと、あ、うん、まあ、それは嬉しいなって、そういう風にちゃんとね、要するに曲に意味もなく暴れてるんじゃ、ね、なんかその、まあ、多分隣で鈴奈が怒ってる可能性があるからね、ちょっと私がこんだけ大事に吹いてるの台無しじゃないのって思われてたらそんなこと思ったことないですよ。そうだからね、そうそう、なのでね、その辺もねちょっと気をつけながらっていうのもあるんですけど、まあまあ僕はねあんまり教えるのが上手なタイプじゃないので、なんか本当に相談的なぐらいなら、例えば、こういう楽器を買おうと思ってるんですけど、うんうん、どこで買った方がいいでしょうかとか、あとどこに気をつけたらいいでしょうかとか、購入する時の、失敗しないような、うん、それぐらいの相談だったらね、あとあれじゃない、いつでも結構いろんなメーカーが多い弦の話とかさ、
あ、そうですね。そういうのとか、はいはいはい、細かいそういうのとかいいんじゃないですか。そこもね、もう完全にあの趣味好みになってくるんですけど、あのでもでもあのあ、ね、でもでもありますよね。これは、これを、この弦は結構こういう、そう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 、提出されますよとか、うんうん、そういうのはね、そういうのはいいと思います。相談できるので、はい、ぜひ送ってください。はい、はい、あの FM 那覇宛てに、はい、あのサラサジのね、ウォーキングサウンズ宛てにぜひ送ってもらえれば、はい、いつでもね、例えば今回読めなくても、来週再来週とかね、ちゃんと読めるときにしっかりあの番組で、はい、読ませていただきますから、ぜひぜひ送っていただきたいなと思います。意外にね、昔楽器やってたけどまた最近始めようかなと思ってんだとか、モアイの集まりの時にね、みんなで一緒に遊びでスタジオ入ってね、はい、バンドで遊んで、それからね、モアイ始めるとかね、そういう友達も僕らもいますので、友達にね、ぜひそういう機会に始めてみてはいかがでしょうかと、思っております。ちょっとじゃあ、スズナ、さっきね、メッセージ1個いただいてたので、ちょっと、はい、行きましょうか。呼んでもらいましょうかね。はい、今日は、はい、ちょっとね、さっきのね、多めに来ておりますね。嬉しいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、さっきのね、ちょっとグリーンつながりではあるんですけれども、はい、はい、ペンネーム、愛之助さん。はい、ありがとうございます。ます倉吉からです。あ、鳥取の。はい、ありがとうございます。はい、元気か。火曜日のこの時間を楽しみにしています。あ、本当ですか、やった、はい、ラバーズという曲でサラサジを知り、はい、これからは、あ、間違えました、それからはちょっとテンションが、はいはい、それからはサラサジサウンドの、はい、サウンドの虜です、はい、噛みまくってません、噛みまくってません、はい、サラサジサウンドの虜です。はい、またライブに来てくださいね。はい、行きます、行きます、はい、ちょっと楽しみにしていることがあります。ほう、ジンさんの髪が、髪がおすずちゃんと同じくらいまで伸びて、はい、2人の揃いヘアがいつか見たいなと。あ、そうですか。でもすずな今短くなったんじゃないの。ちょっとだけだよ、揃えたぐらい。今俺の方が長いよね。いや、もうちょっとあるかな、すずだも今結んで高いから、ね、ああ、そうかそうかそうか。じゃあちょっとどうかな、俺が急に伸びるのは難しいから、すずにちょっと切ってもらうのが一番早いから。いや、あれですよ、仁さん伸びるの早いですよ。はい、皆さんびっくりすると思いますが。あ、はい、そう、あ、それを言われたらね、そっか、俺ね、来月髪切ろうと思ってたんだけどな。そうですね、じゃあもうちょっと我慢かな。いや、まあそうね、はい、あれですよね、俺とすずながいっぺんに切ればいいっていう話でね、ちょうど揃うって、それやいいのかな。そういうわけじゃないか。まあまあまあ、最後に新曲楽しみにします。うん、あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お届けに行きます。いやいや、もう嬉しいですね。多分ね、また倉吉は、秋口に、行くんじゃないかと思っておりますのでね。はい。はい、ぜひ楽しみにしていてください。いや、火曜日ね、火曜日っていういい日に当たったね。火曜日燃えるね。字のごとくですか。はい、それでは、時間も、なかなかいい頃になってきましたので、はい、このコーナー行きましょう。8センチシングルのコーナー、イエイ、ジアンっていうね。はい、今回忙しい中というか、僕らもこの1週間結構きつかったんですけど、昨日の夜中ね、はい、僕自分の段ボール、自分の段ボール、うん、奥にしまってある段ボールをね、ガサガサ浅くってね、うん、発見しましたよ。あ、何でしょうか。折りたためられてる8センチシングルを。あ、いいですね、はい、カバーは、なかったかな。カバーなかったんですね。じゃあ私が、まあ、カバー付きね、ちょっとスーナーがまた持ってきてほしいんですけど、はい、今回はこれネットの方からまずね、映像ジャジャジャンっていう形でね、うん、お、白黒、はい、白黒のモノトーンですね。これね、モノトーンになったわけじゃないですからね、これね。そんな古くないですからね。と、はい、いうことで、今回は、やっとね来ましたよ、はい、やっぱジンちゃんといえば、ビーズかこっちですよね。はい、ティーボラン、あ、ジャジャジャンっていうね、懐かしい、はい、やっと来たね、ティーボラン。はい、みんなに届ける日がね、うん、僕はあれですから、みんなに一個ね自慢できるとしたらね、僕ティーボランのギターのゴミさんと会いましたから。私も会いました、はい、あったね、一緒にいたね、うん、東京の四ツ谷でね。そうそう、はい、四ツ谷にライブ見に行ってね、ピックもいただいてね、今回のレコーディングもね、ティーボランのギターのゴミさんのピックで何曲か弾きましたから、僕も。あら、そうなんだ、はいはい、そしたらうまいこといきましたね。ま、魔法がかかってるね、やっぱね。と、はい、いうことで、今回は、はい、ティーボランからですね、 Buy for now お届けします。懐かしい、カップリング。いやいやいや、違うね、はい、これはね、今日はすいません、カップリングにはいきません。はい、はい、カップリングマジックはね、やっぱビーズなんで、はい、すいません。
すいませんね、今回は、A 面いきますよ。はい、はい、見てください、この綺麗にねここをね折られてるんですね、じんちゃんね、これ高校生ぐらいの時かな、折っちゃったんだね、負けちゃったんだね、うん、これね。でもね2種類さ、うん、そのケースがあってさ、うん、なんかどっちもお好みでできるからそういうのはいいなって思った。まあね、でも、まあ、おそらく、ね、最初はこの折りたたむためのケースが出たんだと思うんだよね。で、あ、後からあの折らずにもう、はいはいはい、折らないでいいケースがね、うんうん、あのできたんだと思うんですけど、ちょっとねこれも、まあ、あのはっきり調べないと分かんないんですけど、これね一応バイフォーナウね、はい、僕はあの、これは確か中3ぐらいじゃなかったかな、あの一生懸命カラオケで歌うのにね、友達からあのウォークマンを借りてですね、カセットですよ、カセット、カセット、そうそう92年、そうですね、92年11月18日リリース、本当にね、中学3年生の時にね教室で、うん、カセットテープのウォークマンをね、うん、友達から借りて、はい、放課後のねそのみんなでクラス会でカラオケに行くのにね、一生懸命覚えてた。その時はね、その日に覚えてその日で歌うっていうね、あの能力があったんですよ僕にも。ね、物覚えが良かったというかね、あの、はい、音楽だけは物覚えが良かったんですね。この8センチシングル今日は、お届けしたいと思います。はい、懐かしいね、これもあの、明石正夫グループのね、明石正夫さんがね、アレンジして、はい、ダダ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 ダンダンっていうもう名作のようなイントロをね。生み出したというね、素晴らしいお方ですよやっぱ大尊敬だね、まあ、聞いてみましょうかね、はい、はい、それでは、ちょっとねあのユーストリームツイキャスの方は、はい、ぜひあの調べてください。それでは、お届けしたいなと思います。 T ボランで Bye for now。記憶の瞳かってね、
はい、はい、お届けしております By For Now、はいね、いやいや本当にあの名曲でございました。僕はね、本当一生懸命この曲のギターをコピーした記憶があってね、うん、今でも、この曲の、ね、ギターソロ、バッチリ弾けるでおりますよ。お、はい、じゃあ、会場でね、じいさんBy For Now のギターソロ弾いてくださいって言ったら弾きますから、はい。エレキギターの時ね。ですって、じゃあサラサジのライブじゃないですね。サラサジのライブじゃない。いつかな、皆さん楽しみにしてくださいね。ということでね、はい、今回の8センチシングルのコーナーは、T ボランで By For Now でございました。はい、ぜひね、まあいろんなつながりがあるので、これね、やっぱりその前回の京都でお会いしたダン・アツシさんがいたね、元あのビーズのベーシストの、明石正夫さん率いる明石正夫グループの、リーダーの明石正夫さんがこの当時いろんな楽曲をアレンジしていて、まさにその、代名詞となるような、一曲でございます、ね、この曲のイントロとかもね、もう明石さんのアレンジだからね、そうそうそう、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それではエンディングのコーナーいきましょうね。ね、エンディングも、はい、なんであんな笑ってんの？違う、あ、ちょっとなまったからですか？すいませんね。だんだんね、僕らあんまりね、内地行ったらなまりがないって言われる方なんですけどね、だんだんなまってきたね最近ね。まあまあまあ、それなりの年頃なので、なまってもいいんじゃないかと思っておりますよ。ぜひぜひね、サラサジは、まだ、体験したことない方は、ライブにも足を運んでいただきたいなと、はい、思っております。一番、ね、近いライブ、サラサジのライブはですね、5月5日の、子供の日だっけ、はい、元部の元部にあります。遠いね、でも気にしないでください。チェラミ水族館も行こうね。元部の美ら海水族館の近くにあります、はい、マハイナウェルネスリゾートホテルの、プールサイド、ね、にて、サラサジライブが、ございますので、確か、7時30分と8時30分ね、2回ございますのでね、そこから見えるね、そうそう、景色も綺麗なので、うん、ぜひぜひお越しください。まあ、なんとありがたいことにね、うん、無料となっておりますので、観覧無料ね、はい、ホテルに宿泊してなくても見れますから、はい、ぜひぜひお時間ある方は足を運んでください、うん、よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、先週もお知らせいたしましたが、5月3日那覇ハーリーですね、はいはい、僕ら、D51 のバックバンドメンバーとして、出演いたします。ぜひハーリーも楽しみながら、多分こんなぐらいの天気になるかと思いますので、ね、ちょっと熱射病には気をつけて、はい、遊びに来ていただきたいなと思っております。D51 楽しみだね。楽しみだね。はい、ね、きっとあの曲やりますからね、きっとね、はい、きっと今みんな頭の中で流れてる曲かもしれません。ノーモーカーって多分、ね、やると思いますから、ね、あるかな、はい、楽しみにしててくださいね、はい、チェックしていてください、はい、そして引き続きまだ決定したんですけども、うん、はい、その次の日5月の4日、同じく那覇ハーリーですね、はい、僕は生間明さんはいね、ダイナミック琉球で、うん、有名の、生間明さんのバンドで、出演することが決まりましたので、今回那覇ハーリー 2days 僕はね、はい、もうあそこに泊まろうかなって思っておりますね。じゃあ皆さんいるかもしれないですよ。、はい、どうかどうか、見かけたらジンさんとかすずなちゃんとか、声かけてください、はい、待ってます。どうかどうかよろしくお願いします。いやいやいや、本当に今日は、あと1時間ぐらい喋りたいぐらいの、気持ちなんですけども、まだまだね、実は、まあ、はい、5月24日リリースに向けてやることがちょっといっぱいあるので、はい、今日もこの辺で、お別れしようかなと、思っております。本当に楽しい、そして、慌ただしい、苦しくも、最高の思いができました1週間となりました、はい、ぜひまたね、来週も新作かけていきますので、ラジオを楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。それでは今日も、そうですね、今日はなんて言おうかな。最近ストライクショットっていうのにハマっております。モンストにハマっておる、ギターのジンちゃんとサックスのすずなでお送りしました。それではまた来週火曜日午後1時にお会いしましょう。バイバーイ。